こんばんは、ハム太郎でございます。まあ、今日やっていくのは、まあ挑戦動画だよね。うん、近畿の22のダメージオールなし攻略。まあつっても仮面ライダーワンパン系で頑張っていくんだけど、いや他の人のさ動画で仮面ライダー4体でここクリアしてんのよ。もうちょっとね、理解できないレベルなんだけど、まあそれにね、少しでも近づけるよう、なるべく頑張ってやっていきます。ただもうこの2手目でね、抜けちゃったのはちょっと渋いんだよね。ここで4ターンは稼ぎたかった。ただまあ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 、それも、時の運でしょう。だから普通に頑張っていきます。でこの編成でね、一応いける理由を説明すると、もちろんライダーがワンパンできるのもある。あるんだけど、ライダーさんドレイン持ってるんで、ダメージオールを食らった後に、自ら回復。それを繰り返すことによって、まあ、ギリ耐久ができる。っていうことなんで、それをね、うまいことかつ、倒せよ。オーケー。うまいこと利用して、SS を貯めつつ、耐久して、頑張っていきましょう。ただ、これはちょっと渋いかもしんねえな。真ん中。玉と玉の真ん中に入り込む。いいね。で、2ピーで倒さなきゃもう無理かな。これは、耐久とかじゃ無理だね。ここは抜けましょう。あ、でもできたかも。いいよ。最初のステージ1の分をね、今取り返したね。で、ケロンで抜ければ、いや、ケロン、そうだよ、こいつゲージねえから、ごめん、これズルって言わないで。上手い人はさ、4体編成でクリアしたと思うよ。俺は上手くないから、こういうズル技も、小技もちょっと使わせて。ちょっとでいいから。これはもう抜けよう。十分稼がしてもらった。はい、無理やり抜け。で、あとは、キャラが寄ってくれることに乗って打ったけど、まあまあ上に寄ってるからマシな方じゃないかな。はいはい、じゃあステージ3、やっていこう。ここでもある程度貯めたいんだよね。これでステイ。クリティカルを出していく。いらん時に出すんだよな、クリティカルって。出てほしい時は出ないけど。出てほしくない時は出る。ただ、ここ、きついな。これきついぞ。くるっと回って、本来やったら死ぬ打ち方だけど、いけなくはない。真ん中に入ればいいんでしょ？真ん中に入ってくれれば、そういう稼ぎ方は期待しなかったけど、ありがとう。で、ごめんなさいね、ケロンさんの得意のステイをさせてもらって、さらにずるいけど。ありがとう。回復までさせちゃった。そしたら、ここで、1P か。1P で決めよう。大丈夫、焼け死なない。1P で、トリケラと真ん中にはまりに行けば、結果オーライでいけるはず。こういうのは散々ディビジョンでやった。うん、オッケー。SS もまあまあいい感じ。あと2巡出てるね。あと2巡出てるから、そんな貯めなくてももういいんじゃないかな。はいはい。そしたら、ここは魔導士倒しちゃおう。いや、違う。そういう動きは期待しなかったな。単純に魔導士を倒してほしかったんだけど、まあいいか。ケロンだし。ソフトタッチ。で、4P は、このままダメージオールは変わんなければ縦勘でやり過ごして、変わったね。がっつりいきます。いや、待てよ。でもこれ倒さないとまずいか。ここで、縦に跳ねて、右にはまればいけるけど、いや、むずいな。ここで1跳ねしちゃうからな。ただ、トリケラの上に入ればとりあえず大丈夫なんだよね。
これでいけるはずだろ。あ、倒すな。よし、いいぞ。しかも HP をマックス近い。ただ耐久とかは無理だな、もう。いや、まあ、でもね、一旦稼いだ。それはでかい。さあ、ガンガンやっていこう。もう一巡耐えれば SS が打てる。だから耐久しなきゃいけないから、これまた難しいよな。とりあえず縦勘でやり過ごして、でケロン兄さんか。いいとこ止まった。そんでだ、単純横間でやり過ごしして、焦った。よし、あと SS1 手抜けれるはずなんだよ。はず。弾は残さなきゃいけないから、魔導士さえ倒せばこっちのもんなんだよね多分。全部倒して絶対まずいから、横カンカン。で、よしよしよし。さて、こっからね、SS が残り2発だから、やばいはやばいか。あんまりダメージ持ち越せてないね。2段階目だともっと入ると思うんだけどな。ここでどう動くかだよな。とりあえず、あ、倒しちゃったか。うん、まあしょうがない。理想は2段階目を打ち込みたいのよ。それまでオールステイができれば一番いいんだけど。さあ、そっか、あー、順番的に2巡待ちか。2巡待ちはちょっとちょっと渋いんじゃねえかな。いいや、とりあえず 4P でしょ。うん、で、はい、この辺でいいか。この辺だね。ここで 4P は触りやすい。こう SS 打ちません。あ、でもそっか。ごめん、時間かかってごめんね。まあまあ、9台で。ここで魔導士を処理して。はい、で、あとは2手待ちできるか。いや、でもトリケラの速射来るんだよな。それは耐えらんないから撃つしかないかな。撃つしかないか。うんだね、撃とう。どう打つかだよな。
なるだけダメージもう少し狙いたいから、ちょっと時間ください。さらにごめんね、時間もらうけど。トリキャラ絶対倒さなきゃいけないから、縦の動きしかない。ね。いや、稼ぎが弱い。チキったか。どんぐらい持ち越したかだよ、これで。さあ、ケロンさんの動きで。あー、渋いな。いや、でもやるしかないか。1P でしょ ?4P がでもいいとこにいるから。SS を打たずに。まあ、ミスったら終わりだよな、これで。ちょっと待って。いや、SS で抜けて、ラスゲを純粋削りの方が堅実的か?あ、そうだな。そんな気がする。絶対まずいのは、SS の演出前にボス撤退がまずいから、縦?弱点は絶対入るからね、こいつら。いや、縦でいいや。全員弱点効果アップした。火ダメはすごいけど。さあ、2段階目。頼むよ、マジで。倒しきれてないか。どこまで削った？おお！いける。いやー、まさか俺にもできるとは。近畿の22の国ダメージボールの思考略。まあ、ケロンはズルって言われるかもしれないけど、ガチガチの YouTuber の人より上手くないから許してください。ご視聴長々ありがとうございました。皆さんもね、よかったら試してみてください。何にも得しないし、ただただ満足感は得られる。私がね、1時間15分かな、買った時間が。そんな感じです。それじゃ、バイバイ。